49号では引き続きミニモモを組み立てます。今回付属するパーツです。最初に48号で組み立てたモモフレーム C の穴にパーツ02の支柱4本を合わせ、パーツ06のワッシャーを通したパーツ05のネジ4本でそれぞれ固定します。次に支柱4本にモモフレーム B の穴を合わせ、パーツ05のネジ4本で固定します。次に47号で組み立てたモモフレームの金具に組み立てた右モモユニットをはめ合わせ、ワッシャーを通したパーツ04のネジ4本で固定します。最後に関節の動きを確認してください。これで49号の作業は終了です。Shit.